ジョージ・モーランドは18世紀後期のイギリスの画家、ロンドンでヘンリー・ロバート・モーランドの三男として生まれる。幼少期から聖地のスケッチの技能で注目され、1773年20歳でロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ入学を認められるが14歳の時に中退し、21歳まで父、ヘンリーに指示した。風景画に定評があり、特に生き生きとした動物の描写は、 高い評価を得ていたが、浪費癖のために晩年は、債務の返済に苦しみ、1804年に41歳で、よう去った。ヒューロフティング、ドリトル先生の郵便局では、ドリトル先生の飼い犬ジップが過去に、モーランドの絵のモデルとなり、知り合った犬の飼い主である絵の下手な大道絵描きの、ところへモーランドを連れて行って、代わりに絵を描かせたエピソードが存在する。 1984年に旧ソ連で発行された25ペイカギってのデザインに嵐の前が採用されている。ロンドンに戻った後、友人となったジェームズ・ウォードの妹と1786年7月に結婚した。ジェームズ・ウォードも動物画家として知られるようになった。アプローチングストーム。ありがとうございます。